めぐみむねめぐみむね県二23年5月22日は、中国新代中期の儒学者。字は、帝右。松掛と防止将校豆先生と称される。蘇州福暮県の出身。大神に始まる官派とともに、暮れ派の創始者として、新潮官学を体制する。祖父のめぐみ天音、父のめぐみ式ともに経学を講じる学者の家柄であった。 三景として世に知られるが、中でも胸が最も優れるという。四季の次男として生まれ、幼少より学問が好きで、家の蔵書に読み吹ける毎日を送る。軽視、諸子、雑説、動物に至るまで広く豊富な知識を持つ。最も力を注いだのが、益であり、液感覚、収益術などを表す。純僧、具本の説を中心に、 提言などの諸説を参考に辞説を述べた。古文章書行は、縁和歌の書論と同じく目、が立てつった、古文章を議書としたもので、縁の説より説得力がある。旧教古義は、科学を明らかにしたもの。左伝補中は、森世の説を補ったもの。他に、明道大道録、王文完成果録訓散、五感書補中供養祭筆記など多くの著述がある。 めぐみむねの学問は、博覧狂気を出発点として、いにしえを尊び家法を守ることを終局とすると、両形長は評した。めぐみ派の研究法は、ボンフル必ずしん、ボンカン皆よしみ、つまりいにしえであればあるほどまでありかんであればすべて良い、という判断に尽きるとも言う。応印のは、めぐみむねは古代研究に精進はしたが、指揮権は高くなく、 施策は綿密ではなかった。現在と異なった見解を見れば、それに従い、是非を問わなかったと評する。一方、戦隊金は、めぐみしのみが古学を守り、中でも胸が最も勢力的である。漢字になぞらえるなら、何級や、副建に匹敵し、バトールや長期の及ぶところではないと最大級の褒め方をしている。めぐみ胸の学派は、をにした功績と、 公演部、公葬儀、演話家、恋などの批判的、啓蒙的傾向を持つ学者を純粋でないとして、退けた罪とで会いなかばする。門人として、陳、公正、余償客、王なる性、戦隊金、王朝、大臣など、官学の親が多い。ありがとうございます。